サンディフック灯台はニュージャージー州サンディフック半島の先端から約2 4トル内陸にある灯台である。この灯台はアメリカ国内で現在を使われている灯台で最も古いものである。1764年にアイザックコンロにより設計、建造された。この灯台はニューヨーク港の南側に入る船の航行を助けるために作られた。最初は ニューヨーク灯台と呼ばれていた。それは灯台の建造資金がニューヨーク州の宝くじやニューヨーク港に入港する船に対する税金であったためである。サンディフック灯台はアメリカ独立戦争中のアレクサンダー・ハミルトンによる破壊の試みやその後のイギリス軍による選挙にも耐えた。建造時はサンディフック灯台は 半島の先端から150メートルしか離れていなかったが、現在は半島が伸びたためその距離は2.5キロメートルになっている。ナショナルパークサービス、ナショナルレジスターインフォメーションシステム、ナショナルレジスターオブヒストリックプレイセズ、ナショナルパークサービス、2020年10月12日、閲覧、ニュージャージーナショナルレジスターズ、オブヒストリックプレイセズ、マンムースカウンティー、 ニュージャージー、デパートメントオブエンバイロメンタルプロテクション、ヒストリックプリザベーションオフィス、2011年4月26日、閲覧。サンディフックライト、ナショナルヒストリックランドマークサムマリーリスティング、ナショナルパークサービス、2008年6月27日、閲覧。ありがとうございます。